はいどうもこんにちは、ドレイクです。今日の、動画はユギオゼアルオフィシャルカードゲームスターターデッキの紹介ですね。去年に出た、去年でね、発売されたスターターデッキです。アマゾンで買いました。22ドルしましたね。まあまあ安いですね、スターターデッキには。もうちょっと安くしてれば、はい、俺も嬉しいんですけどね。はい、まあ、パッケージはこういう感じですね。アメリカ版のやつはね、持ってるんですけどね、日本版は持ってないので買いました。ここに希望を、ナンバーズ39、希望をホープのカードですね。で、他にホープ以外にも、手陣の、手陣っていうんですかね、アメリカでは手陣っていう、あの D 陣っていう、あの、ね、カードなんですかね。それが4枚入ってます。で、ここにカードの全部入ってますね。カードリストです。それじゃあ開けましょう。はい、こういう感じですね。スターターデッキと、そして、説明書とね、あと公式ルールブックと、なんだっけ、デュエルマップですね。デュエルを始めよう。それがデッキ、まず最初はナンバー39、希望をホープですね。で、ゲンマジン、ムズリズム。これも英語も持ってますね。英語も。タイコマジン、テンテンテンポ。カンマジン、メロメロメロディ。公共マジン、マエストローク。エキシーズですね。これがエキシーズですね。アレキサンド・ライ・ドラゴン、ホープの聖、フロストザウルス、ズババナイト、ガンバラナイト、ゴゴゴゴーレム、ゴゴゴジャイナント、ゴブリンドバーグ、ハウリング・ウォーリアー、シャイン・ナイト、サイバードラゴン、トライアデント・ウォーリアー、賢者ケーローン、切り込み隊長、聖なる森手、クリッター、巨大ネズミ2枚、シャインエンジェル、破天荒な風、巨栄、エキシーズエナジー、スターチェンジャー、光の護風剣、サイクロン、地割れ、幸運の鉄斧の、増援、連合軍、トラップカードですね、追魂の訴え、エキシーズエフェクト、サンダーブレイク、落とし穴、サジンの竜巻、マジックシリンダー、ドレインシールド、リビングデッドの呼び声、リミットバース、盗賊の七つ道具。まあ、これが、遊戯王ゼアルオフィシャルカードゲームスターターデッキの紹介でした。Facebook、Twitter、Instagram よろしくお願いします。そして、Please subscribe to my channel。 高評価、コメントお願いします。今日はここまでです。じゃあね。